お疲れ様です。2月27日火曜日ですね。ちょっと晴れてきてます。今日夜勤明けです。今日は始発で帰ってきたんでね。今朝の何時だろう、8時過ぎからやりだして、おそらく今30分以上は経ってると思うんで、まあ40分ぐらいかなと思います。ということで今日胸トレやってました。っていうのは、ちょっと肘がね、むちゃくちゃ痛いんです、実は。今回、左肘です。筋トレが原因ではないと思ってるんですけど、なしかちょっと伸ばすことはできるんですけど、ちょっと曲げるのにすごく、今すごく痛い状態です。顔洗うのにもちょっと、ね、こっち方向に力かかると、すごく内側が痛くて、どうも、YouTube とかで、調べてみると、ゴルフ肘っていうんでしょうかね、外側は痛いのが、テニス肘ということみたいなんで、当然変わるなんてめちゃくちゃ痛いんで、ちょっと、一時よりもね、仕事で重いものを持つんでそれかなって思ったんですけど、で全然、耐えれる痛みだったんで、変わるとかやってるとまあ追い打ちかけたのが、今とても全然力入れない状態です。前回、昔実は右肘が痛くてひねる動作ができなくて、その時来た外だったのかな、ちょっと忘れましたけど、1年以上ね、かなり痛かって、その時はちょっと筋トレかなと思ってずっとやってなくても治らなくて、で調べて調べて、なんと原因がマウスですね。マウス、あ、きっとこれかもしれないということで、左に持ち替えたら、1年以上ずっと痛かったのが、もう1週間でマシになって、1ヶ月でもう完治しましたね。で、それ以来ずっと何年前かな、もう4年か5年か経つかもしれませんけど、それ以来ずっとマウス左でやってたんですけど、今でもそうだったんですけど、あ、ひょっとして、もしかして、あ、マウスなのかなと、急にまた思い立ってね、昨日、一昨日ぐらいから、またマウス右に持ち替えて様子見してるところです。ということで、でも外痛いんで、ちょっと今から筋トレ終わって整形外科行ってみようかなと思ったりしてます。ということで今日は胸トレで、比較的伸ばすのはね、そんなに痛くないんで、幸いね、足とかお腹とか大丈夫なんで、腹筋また5種目やって、今日は V シット30回やって、その他はあとの4種目はちょっとインターバルね、ちょっと休憩5秒とか10秒とかあったんですけども、まあなんとか次からは50レップずつ、やり終えました。で、あとは、軽めのフロントプレスというかね、肩の種目になっちゃうんですけど、でも結構自分ここら辺がストレッチ入って、すごく胸の上に効くなっていう感じがするんで、軽いイージーバーですね、前に下ろして、はい、まあ上に上げると。ということで、立って2回、まあ、座って3回って3セットです。合計5セットやってます。やっぱり座ると腰が楽ですよね。はい、ということで、やっぱりベンチいいなと思います。ということで、あとは、プッシュアップですね。これ30回、を3セットやって、最後今、キックバック、10キロ、ちょっと軽めですけど、10キロ、20レップを2セットありました。ということで、最後セットですね。最後セット、だいぶ話し込んでるんですけど、はい、最後セット、やって終わろうかなと思います。減量の方はね、正直進んでないんですよ。もうただお酒をね、ずっとまだやめれてて28日目ぐらいでしょうかね。で、初めてなんでね、ここはもうなんとか死守して、甘いもの食べてでもちょっとドーパミン出して、お酒の代わりにね、甘いもの食べて、なんとか満足させて終わらせている、まあそんな状況です。ということで、まあそれだけが今救いです。これからもきっとね、継続して短縮していきたいかなと思ってます。ということで、最後セット、はい、これも頭つけると楽なんで、それで、三頭筋ですね、はい、20回やっていきます。
まあ勢いつけたらね、もう一つできそうなんですけど、やっぱりしてね、痛くないとはいえ、あんまり肘にね負担かけないようにしようかなと思ってます。はい、ということで、やはりね一睡もできなかったんですけど、だから帰りの電車で10回ぐらい落ちそうになりましたけど、落ちてましたけどね、寝過ごすと、まあ、とんでもなく遠くまで行っちゃうんで、一生懸命起きて戻ってきました。ということで、今晩も夜勤なんでね、昼までに、昼からまた寝ようかなと思ったりしてます。ただちょっとだから明日空いちゃうなと思いながら、まあ今毎日ね筋トレ続けてるんで、なんとか、腕立て伏せだけでも腹筋だけでもワンセットだけでもどっかで会社でもいいんでしとこうかなと思ったりしています。ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。